広島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？あの広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね。球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。落ちる球できました。次が3球目、打ちました。セガの取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている柳田。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは田中、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。インコース詰まりました。森が掴んで2アウト。バッターボックスは3番筒香。ツーアウトになっています。初球ストライク。次が2球目、インコース打ちました。いい当たり、ヒットになった。ツーアウト、ランナー一塁。バッターボックスは4番松井。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド打ちました。ピッチャー取った。一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。打ちました。打球は切れてスタンドへ入り、切れました。ファールボール。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている岡本。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、初球は何か。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を。インサイド落ちました。ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、一打先制のチャンス。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。内へ、これは決まった。3球目は何で来るか。インコース見送っています。156キロ。4球目は何で来るか。打ちました。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者の大谷。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。2球目は何で来るか。ボールになります。これが3球目。インサイド落ちました。取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスには6番山田。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。インコース決まりました。これが4球目。絶妙のコントロールですね。はい、変化球が決まっています。ツーボールツーストライクです。ピッチャーが取る。アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている落合。ツーアウト、ランナーありません。初球ボール。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。いいとこ投げてきますね。インローへ、キレのある変化球が決まっています。打ちました。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回の裏、カープの攻撃。打席には5番バッター村上。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。さあ、3球目は何か。変化球は外。ワンボールツーストライクと追い込みました。
球眼を持ってますね。はい、変化球わずかに外れてボール。インサイド打った、一塁アウト。バッターは DH 宮崎。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。インハイ決まっています。ノーボールツーストライクです。体に近いところ、さあ勝負してくるのか。低めの変化球です。さあ仕留められるか。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている青木。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。インサイド外れます。スピードボールを持っています。ストレート打った、セカンド取った、一塁アウト。これでスリーアウト。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の高橋。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。内から入りました。いや、ツーシームから入ってきましたね。なるほど、そうですか。内へ曲げてきました。次はボールでもいいわけですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたい。インサイド抜けた、セカンドランナー帰れば先制。セカンドランナーホームイン。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。バッターボックスには代打の吉田。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。初球は打ち、初球からツーシームを投げてきましたね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インコースに切れ込む変化球、変化球打った、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。ここは決まりました。見逃し三振です。二塁牽制、タッチもセーフ。まず何を投げてくるか。まずはインコース、膝元食い込んでいく、いいボールですね。はい、今の感じだと抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。レフト前ヒット、カープ、さらにピンチが続きます。さあそして打席には柳田が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面、ちょっと相手につながれてますから。カープピッチャーが変わります。満塁の場面、初球は何から入ってくるか。初球から際どいコースをついてきます。はい、ストレートわずかに外れてボール。うちのボール打っていった、取ってアウト。さあそしてバッターボックスには筒香が入ります。さあツーアウトながら満塁のピンチは続きます。ここは我慢のピッチングですよ。三塁タッチもセーフ。さあまず1球目、初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。これが2球目、ファウルです。ワンボールワンストライクです。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは菊池。カープ1点ビハインドで迎える最終回です。バッターボックスには代打の西川。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。な
なるほど、そうですか。インコースに切れ込む変化球、さあ追い込まれてしまいました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ラフワーッと上がった。これはインフィールドフライ飛びました。バッターとランナー二塁一塁。さあそして打席には森が入っています。ここは好打順ですから、勝負どころですよ。さあアウトカウント、バッターボックスには代打の大島、ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、セカンドランナーホームイン。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性が高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど。ライトへ持っていった、外野落ちるか、どうだ、ホームイン、決めた。柳田、サヨナラのタイム